東京都交通局800系電車は1947年から1968年まで東京都交通局に在籍した東京都電車の路面電車車両。1942年に登場し、繊細で8両が失われた反抗性のボギー電車700系の増備車として1947年から翌年にかけて40両が製造された。製造メーカーは 木並み車両製造と日本鉄道自動車工業。7 0 0系の増備として製造されたものの、車体は戦前製造の同形式には存在しなかった。側面窓状のウィンドウヘッダーが設置され、運転台部分の絞りは廃止されるなどのマイナーチェンジが図られた。さらに、台車の形式も変更されたことから、製造途中で新たに8 0 0系の形式名が、 与えられ700型として登場した車両も 800K の番号に変更された。制御機は三菱電機製の KR-208K 制御機が採用された。この制御機は直接制御ながら DB1K や KRK といった標準的な直接制御機が直列4段、並列4段、制動7段であるのに対し、直列10段、並列8段、 制度10段の多段式となっていた。後年標準の KR-8 に交換された。1947年9月1日より3両が営業運転に投入された。この3両は700型としての番号が付けられていたが、戦術した経緯から以後の新造車は800型として竣工その後、戦災被災者の結番整理と戦災復旧者の復帰による、 番号整理の際に初期生産分の3両門に改版された。前車が早稲田車庫に配置されたが、急坂の多い39系統の運用に着くことはなく、もっぱら15系統の運用に用いられた。一時期、一部の車両が柳島や南千住に転属したが、すぐに早稲田車庫に戻っている。1965年7月に815号が自己廃車となり、 本形式発の助手記者となった。本格的な廃車は1967年8月から始まり、翌年1月までに全車が廃車となり、15系統、廃止を待たずして、形式消滅した。ただし、制御機上部の鏡板の表示は、直列5ノッチ、並列4ノッチ、制動後ノッチ刻みであった番号が飛んでいるのは、 700型に戦災による廃車が発生していたため15、系統及びわせ田営業所の廃止は1968年9月29日。ありがとうございます。